ざいます。お願いします。ありがとうございます。はい、177でした。台数がそんなに多くない店舗さんなんで、入ってからとりあえずフィーリングで決めたいと思います。下克上。ありがとうございます。こっち行こう。こっちからのバラエティ方向、吉宗極み、あー埋まっとる、埋まってるか。そしたらよ、いやー無理やった。ジャグラー行く。ファンキーがあれば、あファンキーあるわ。ちょっとまあバラエティも埋まってたんでジャグラーにします。はい、ありがとうございます。すいません、よろしいです。今日はファンキージャグラーを撮りました。久しぶりですね。ジャグラー自体かなり久しぶりに収録で打つんですけど、まあ、僕が一番好きなファンキージャグラーなんで楽しんでできたらなというふうに思ってます。コンベッションの方がもう本当にもう時期あと1ヶ月ぐらいなので、結構もう瀬戸際の方まで行ってるんで、まあ、ちょっとそっちの方も協力してもらえたら嬉しいなと思ってます。とりあえず、ペカペカ減らして皆さんを幸せな気持ちにさせればいいかなと思っております。よし、じゃあ今日も気合入れていきましょう。今日は5月、俺の誕生日月が終わっちゃうんで、下克上。下克上。はい、ということでファンキージャグラー打っていきたいと思います。まずガックンなんですけど、なんか前世どの機種でも言えるんですけど、なんか苦手って人はこうやってビデオで撮影しながら次元回してみて、でこれを後で見てみると、まあ、スローで再生できるんで、してるかどうかしっかり見れるっていう感じですね。まあ、今回結構してるっぽい。左のリールとか結構ガクッと動いてるんで、まあ、してそうな気配ですね。まあ、でもファンキーに関してはなんかガックンする次第結構いろんな情報飛び交ってるんで何でも言えないですけど、とりあえずガックンは下っぽい気配です。だからファンキーなんで、1やったらまあ 97% で、6やったら 109% まで来るんで、まあ、高設定つかめればかなりペイアウト期待できる機種ですね。ジャグラーの中でも特にまあボーナスが結構ビッグに寄ってる、ビッグが軽い方なんで、ジャグラーシリーズの中でも久しぶりのジャグラー会ですね。まあ、よっぽどなんかもうきついなって思わん限りは打っていきたいと思うんですけど、でもやっぱこれ何回も言ってるんですけど、なんか全てを含めてファンキージャグラーが一番好きですね、僕は個人的に。あのまずプレミアインスとかが多彩なのと、何より一番好きなのがボタンの停止音ですね。かなりしっくりくる。そんなファンキージャグラー本当全てを含めて大好きなんで、今日は愛で出していきたいと思います。ちなみに前日は、ビッグ12の14馬券14で、合算が187分の1ですね。なんでまあ決して良くはないんで、それでガックンしたっぽいから期待感は低くはないんですけどね。まあこれが今日どうなるのか。朝一2役ハマってますが、で今回これジャグラー打ってるんですけど、カメラマンが特別に、まあ鬼嫁ミッションの方も終盤の方に近づいてきてるっていうので、まあ、今回あのジャグラーで液晶もないですし、特別ミッションを用意してくれました。その名もスイッチミッション。いろいろ目標があるんですが、各クエストをクリアしていって、スイッチの備品を集めていく形のミッションです。まずセーフティーガードがガイドがオカルトで手がったらいただけると。で、HDMI ケーブルがプレミアエースで、 AC アダプターがビッグ3連で、ジョイコインビッグクリップがジャグレン3連で、ジョイコンが1ゲーム連
でスイッチドックが30ペガで本体が50ペガ必要最低限のものだけでも取りに行かないと まあ、まず本体はでもまあ欲しいからな。でも50ペガって、まあ、代理もよりけりですけど閉店まででも届かん場合ありますもんね。最低でもだから本体とジョイコンコントローラーないとできひんからと電源アダプター AC アダプターですね。だからビッグ3連と1ゲーム連と、50ペガちょっと50ペガが厳しいですけどこの辺りこの3つは最低条件として頑張っていこう。今日はこのジャグラーでお土産を全力で取りに行く感じで、でまあやっぱ夢やったんですよね僕。家族でゲームやるって一つの夢やったんで今日は本当にいつも以上に頑張らないといけないですね。いやーまずいな。早速2枚目ですね。このさ、マイダグまでの間にさ勝ってないのよしきだけ出た出た一番最初に座ったのほんまだスイッチもクソもあらへんかもしらん。そもそも光るか怪しいそうやな5000ハマる。545ゲームなんか通常時音低いからどうかなと思ったけど学校の音はしっかりでかかった。 OK 危ねーよかった。今ちょうど開店から1時間くらい経ったんですよね。このペースやったら本体取りに行くんやったら50時間いる。制限時間の延長を申し出ますダメそうかまずジョイコンチャンスがあるわけか1ゲーム連。なるほど。でも知ってるんですよ僕1ゲーム連させる方法。終了後まず払い出してこの払い出しを鳴ってる時に3枚入れて回す。この間にあーあかんか結構効くねんけどなこれちなみにファンキーはコックスタイミングまずレバーオンで火が光るとしたらレバーオンで4分の1で火があって、4分の3で第3停止後でうち2分1でガコってなるやつですね。さっきは4分の3からの2分1取ったっていう感じですね。次早いと思うのよな。でっかいビル建てたから朝から結構大都会やろ。ほんまやな。下パネルえらいことになってるこれ都会すぎた。ここやまだ大きいよ。次当たり早い。その次超えたら当たり早いってことか。まあでも次またハマるもんな。で次また早くてめちゃめちゃ負けるやつやんこれおやったービッグ3連。これはもうビッグ3連とジャグレン3連のチャンスか。よし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 。だからビッグがいいんですね。ビッグでお願いします。ビッグファンキーだからビッグ。よし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 。まずはこれで C アダプターにリーチをかけた。さあ楽しくなってきたぞ。でこれ終わったら1ゲーム連させてジョイコングリップ AC アダプター全部ごっそりもらいに行こう。よし一枚掛け掛け算作戦イージゲームレッグ狙っていこう。狙って前揃えあーあかんかー。今日はスイッチで取りに行って今ヨシキハウス
建築計画を今やってるんですよ。まあまだ先なんですけど、だから今日スイッチを取って、まあ家族で遊ぶのもそうですけど、スロバチメンバーを招待してホームパーティーの時にスイッチでも遊ぶという、だからウィン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 いやーきついか、まだ間に合う。98 99、勝ってくれ。ラスト、おお、やった、これビッグやったら、マジかマジかマジか、ビッグやったらとりあえず AC アダプター、根元が手に入る。とりあえずあれか、ジョイコングリップは確定いただきました。おお、プレミアや、おお出た、HDMI と AC アダプターとジョイコングリップごっそりもらったやったー、めちゃめちゃ嬉しいやばー、いやー今のは死に浮いた。いやなんかなんとかなるかもせえへんなこれ結構無理ゲーやと思ってましたけど、なんか一気に3つクリアできると噛み合ったな今のは。よし、まあそもそもでも1ゲームでせな、俺はコントローラーもらえないんで、1枚じゃなくて3枚これを入れて1ゲームで頼む、いけ、あー無理ー、1ゲームでかむずいゲームできあのセーフティーガイドがオカルトでペカなんですけど、まあ、そもそも僕一人の力じゃこのミッションは無理なんで、まあ、皆さんのお力を借りるべくちょっとツイッターでオカルトを募集しようかなと思います。カメラで画面いっぱいにゴーゴーランプ映しながら打つと光ります。やっていきます。ダメでした寝落ちしそう打法、嫁もツイッターのオカルトでリプライしてきました。そりゃまずこっちから怒ってる部分見せな始まらんやろ。そんなハゲてないですけどね。お願いします。やばいやろ画面収まりきってないもんだけどいやだからあんま見せたくないのに、スマホのライトで温めると光る打法、おっと入ったやったー、これで一応オカルト大成功でもぬくもって光った感じの打法で説明書ゲットっすね。いやーハマったな結構 OK、 もうビッグ4連チャンやん512ゲーム飲まれかけましたね、危ねー、追加投資免れた、負けが全然来ないっすね、1回も行かれへん、やっぱ設定差大きいのは負けなんで、それが引けない。さあ1ゲームでチャンス頼む、
山がいる。あー聞かんねー、当たらへん。はい、ということで、お昼ご飯食べて恒例の YouTube のコメント返しをさせていただきたいなと思います。1234、1234、193はなんで決算、あの絆の会の動画なんですけど、これが、まあ、規制の兼ね合いで、まあ、店舗さんが分かるような、描写があってしまって、でそれで、まあ、店舗さんの方から動画の方を非公開にしてほしいという連絡があったので、非公開にしております。ちょっとどっかタイミングがあればまた公開できるような形にして、公開しようかなというふうに思ってるんで、ちょっと待ってもらえたらなと思います。ぬるぬるポン、ウッキーって聞いたんですが本当ですか、なんで知ってるんですか誰から聞いたんですか結構でかいです、すいません。イモシャン、鬼嫁ミッション復活してからの引きが半端ないですね、嫁は偉大やな。いやそうっすね、あのやつの背景があるからこそ、あとまあ、 あのお土産持って帰りたいのと罰ゲームが怖すぎるのと、まあ、いろいろ兼ね合わせて、今の引きが来てるのかなというふうに思います。この調子でこれからも行きます。最初の AT のリザルト画面おかしくね、全然リレンじゃない、あのゴッドイータの回の動画なんですけど、ちょっとまあ伝え方の問題で、2連っていう風になってたのは、その AT が1回天国で終わって、で、単発で終わって、その後またすぐ引き戻して、でそういう意味で2連なので、まあ、ちょっと表示の方の、枚数の連チャン数とそのテロップの連チャン数が違ったことなんですけど、まあ、ここはちょっとあのうちのスタッフの伝え方の問題かなと思うんで、また以後注意しておこうかなと思います。すいませんでした。はい、ということで、ちょっとジャグラーってるんですけど、まあ、ちょっとまだまだね、今の段階では50ペカリまではほど遠いのと、あとは1ゲームレイが結構鬼門なんで、まあ、その歌数を目指して頑張っていきたいなと思います。じゃあ戻ります。下克上いやこれほんまびっくりする。素晴らしいビッグ5連ちゃんいいね、ビッグしか超えへん。118ゲームいやほんまにビッグしか超えへん。7回目おっす、ビッグ。さあこれでスタート累計1700回転ぐらいで、ビッグ8回負け0、一応ビッグだけで見たら6の場合232分の1なんで、合算がそこだけで見たら一応6以上ですね。今のところ210分の1ぐらいプラス益になったんじゃん、プラマイゼロぐらいか、投資分回収できましたね。さあ8回目のやってきました、 GM 連チャンス。67ゲーム、あついに負けが、1800ゲームほど回してついに負けが来てしまった。そうです、おお結構滑ってきたもんな、今9ゲームファオンだね、ファオン。オッケー、いやー上がってきた調子、これは箱に行きましょう、メダル箱行きで、これで、ね、ちょうどボーナス回数が10回になりました。さあ5分の1経過ですよ、最終目標まで。
136M ほんまに心臓に悪い。あー化け来たな、姿現してきたな。まあいいことですけどね。さあそろそろいいんじゃないか。11回目のボーナス、メダル7枚持ったそのテレレワンオン、マロキシこの間誕生日やってんて、5月5日55の日に使ってくれよ。さすがにこの台ちょっときついっすね。ただジャグラーが絶賛満台中で、まあそもそも他の台も全部満台ぐらいの勢いなんですけど、移動先がないんすよね。さすがに化けこなさすぎる。化けもやし、まあボーナス自体が重たい。今だってガスは212分の1ですね。でスタートレーキが2500回転ぐらい、どう、まあ、9, の10 9の2か。どう考えても良くはない数字ですね。全然いからへんですね。どないしたらいいんやろ。ちょっと気合い入れるために外行ってきます。自分自身を育ててくれたパチスレへの限りなく大きな恩、自分なりに少しでも返そうと思い立ったのが1日1万回感謝のレバーを、1万回叩くのに初日は18時間以上費やした。2年が過ぎた頃異変に気づく。1万回叩き終えても日が暮れていない。カメラマンが気づいた時、ヨシキの拳は音を置き去りにした。はい、ということでちょっと強弱に移動してきました。ここからはガチです。ガチでミッション達成に、向かって打っていきます。合算が137分の1でビッグ12の負け後で2300回転ですね、まあ、さっきのファンキーに比べたらさすがにこっちの方が望みがあるんで、さっきのはきつかったです。あれ以上は打てない。追い金ですね。この時間に追加どうしか飲まれました。3枚目ですね。800ゲームですね、まあ、打ち出しはあれやけど、さっきのファンキーと合わせたらもう1000ゲームぐらい当たってない。おかしいやろ、こんなはずちゃうって。999、いやー行ってもうた。来ましたね、1000ゲーム、まあ、全部俺が回すわけじゃないですけど、4桁いっちゃいましたね。まさかこうなるとは思ってもなかった。完全にめちゃめちゃ違和感あった。光るやろ。おー、やった。長かった。これはビッグや。プレミア OK。 1047ゲーム、長かった。ちょうど多分
自分のあれでも、あ、もうちょいハマってるかな、1200くらいは多分ビッグ感だったと思う、ボーナス感で。下克上、はい、ということで実践終了しました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まあちょっと今回はね、抽選番号悪くて、で、まあ、バラエティとか見てみたんですけど、まあ狙い台とか、あとまあそもそも空き台がなくて、でそれでジャグラー打ったんですけど、まあ、ファンキージャグラー打って、まあ、完全に露骨に左の台が当たりやったなっていう感じでした。でまあね、特別ミッションとかもカメラマン設けてくれたんですけど、まあ、それはもう、全然届きすらもしない結果になってしまって、で投資の方が1550枚で回収が0枚という形で今回は終わってしまいました。まあ、最後もね1000ハマるしまあまあちょっとまあ痛いような日やったんですけど、でもね、あのまあ店舗名さんとか全く言えないんですけど、お店さんはすごい頑張ってくれてました。まあ、なおさら悔しいなっていう日でした。でまあ久しぶりにジャグラー打ったんですけど、あの皆さんにツイッターでいろいろオカルト募集させてもらって、まあ、協力してもらって、まあ、リプライとかいろいろくれた皆さんありがとうございました。いえいえ、使ってくれた。使ったやった引かなかったわまあ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 、でも確かにその理論は合ってるかもしれない俺もお店じゃ、うん、だから人の名前とか聞くときな、そう、自分から名乗、自分の名前なんか名乗ってから。え、どんな感じでやったの。まあ、俺は普通にこうお願いしたよ。俺は大にお願いしますって。いや別に、いやこうやってお願いしますって、お願いしますって。あー、つまぶしすぎたんかな光すぎて、光すぎて壊れたんかも。ということで、まあ、ちょっと今回負けちゃったんで、まあ、罰ゲームなんですが、今回は何でしょう。じゃあ、じゃあこれで。いや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 、塩済み、塩済み、やめて。いや、いちごの香り。いや、いちごの香りではないけど、これかぶれと、かぶれかぶれ。めっちゃキモい。出てこいやめっちゃキモいね。やめてくれ、ちょっと待って、嘘やん、痛い痛い痛い、ちょっと上来て、痛い痛い痛い、髪の毛いっぱい出る、痛い痛い痛い、めっちゃ気持ち痛い痛い、ここめっちゃ気持ち痛い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 って、キモもう無理やわ、もう無理やわ、マジで。まあ、今回はこれで許してください。今日違うとこで寝てな。これ言ってほしいですね。最後まで見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。下克上。